はい。あ、撮ってますか。はい。はい。何するんですか、こんな暑い中。はい。今日も暑かったですね。孵化したヒナ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 の会場をします。孵化してないです。芋みたい。芋じゃない。はい。よし。はい、はい、何話ぐらい？あと3話。おお、3話も。でもこれでおしまいですね、今回の孵化では。えっと、ではいつものように、もういつものようにって感じだよね。そうね、いつものように。何回も撮ってますね。セットして体重を上がっていくと。行きます。いや、おはよう。お、自分から自ら出てきてくれる。つくっと、よいしょ。あら、ちょっと軽い。はい。おはようございます。まだ濡れてる。軽い、690かな。うん。ちょっとこれまでのやつが重かったね。うん。900とか多かった。多かったね。平均はどのくらいなの？平均はでも、700平均か。なんか年によって違うんですけど、うんうん、今年は750から800ぐらいかな。じゃ比較的軽め。軽めです。7月29、690グラム。690ぴったり。81番ちゃん。ああ、これをやるために今日リボンをね、追加で作ってた。そうですね。すぐなくなっちゃう。なんか、そう、なくなるとね、数字のね、書き方がちょっと違うやつがね、数本できるわけですから。みたいに、なんかいい輪ゴムがあんまりないな。なんかもう今日はこっちの部屋も、孵化器の外も暑いから、うん、あの、寒くないかなって心配しなくていいのはいいんですけど。確かに。そう、なんかいつも急いでそうそうドア閉めなきゃとかあるけど。あるある。ヒナはちょっと寒がりなんで、でも30度あればさすがに大丈夫。ほぼほぼね、孵化器の中が35度。うん、ちょっとでもそれでも暑いと思います。まあ、仕事違うけどさ。そう、ちょい。あ、いや、ケリケリしてるよ。よぴよ言わない。かわいい。あら。そんなに足が今回もっちりしてないの。うん。かなりスリムな。うん。古いの子です。今後に期待です。よいしょ。いや、でも今回スリムな子も立派な太ましいダチョウに育っているから大丈夫。だんだんみんなおデブになっていくんですよ。まあ、餌がね、よく食べてくれるってことだよね。そう。本当に去年と比べてめっちゃ食ってるし、うん、餌食べないで悩まなくない？あ、まあ、たまにいるね、食べなくて大きくならない子がね。でも少数派ですね。そう、全体で考えるとすごい食べてるし。そう、よいしょ。ね、イソジンに顔つけちゃってね。ごめんね。画面消毒。臭いね。イソジンの匂いは強烈ですね。ダチョウって鼻は効くのかな？あんまり効かないってされてるけど、ちょっと本当のところは分かんないです。そう。あんまり効かないって言われてるけど。そう、はい、誰がダチョウになったんだって話。ね。お尻が汚いな。初めてのお尻拭き。うん。つれい。あー、なんか出てきてる。おしっこ？おしっこが出てきて見えない。ああ、見せないもんって感じね。どっちだろう。メスですかね。よっ。よいしょ。はい。明日ひなしゃデビューですね。はい。はい。ひなしゃのあったかいですからね。うん。あれ？あ、いた。2羽いる。なんかザワザキルみたいなのがいるな。何？
お腹がポヨンポヨンだな。あザワザキルってなんだっけ、あのザボアザキルなんだっけ、ザボアモンハンわかるよ、わかる、あなんかなんだっけ、サメみたいので、うん、あボヨーンって膨らむやつ、あそうだ思い出しました、うん、で膨れてる時にぶん殴って、うん、脂肪ませるやつ、うんうん、懐かしい。さて、でもさっきと同じ感じじゃない、あ全然違った、重い894、ずっしりじゃん、何の差だよ、お腹の中の君の差か、なんだろうね、1月29足も心なしかむっちりしてますね、なるほど、おはようございます、80、あれ81 79 80、いいんだよ、こいつは82番か、はい、あ、この子はあれですよ、シンブリの子だからダチョノスケの子ですよ、あ、マジ、うん、ダチョノスケジュニア、男の子か女の子かわかんないけど、いいね、キャン、はいはい、いやそう、キャン、キャンがお母さん、いいね、有名人、有名ダチョウが、スズハがお母さんだったらね、あー、白く、ワンちゃん白くなるかも、ワンちゃんチャンスが到来するかもしれない、スズハね、繁殖できたらいいんだけどな、やっぱりね、色が違うとね、嫌われてますよ、ダチョウもなんか白変種同士で交配したりしないかな、ね、もう一体オスがいて、その子と交配できればね、一応より白い遺伝子が、そう、もう一体どっかでね、いないかな、はい、くれないかな、スズハもうちで生まれた子じゃないからね、そうなんだよね、もしかしたら他にもいるかも、スズハをくれたところはもうない、はいはい、あそこです、ダチ王国さんです、あそうなんだ、ダチ王国さんの、うん、あの個人的に飼ってたんだって、うんうんうん、で大きくなっちゃったから、そう、そう、なんだっけ、あれ長王国さんから別の人の手に渡った、あれ秩父、ちょっと曖昧です、確認しておきます経緯は確認しよう、うん、見えないけどメスじゃないかしらね、わかんない、メスだと思う、はい、はい、今日は女の子多めです、うん、よいしょ、はい、そう、ザボアザキ、うん、大丈夫か、え、うん、ザボアザキルじゃん、お腹パンパンだね、なんか足もすごいもっちりしてる、もっちりしすぎてない、なんかあでも大丈夫かな、しぼんでくれるかな、はいはい、泣いてる、すごく泣いてる、足にまで黄身たっぷり、どうでもこの足のもっちりは何だろうねなんか筋肉じゃなさそう、脂肪、あでもおデブちゃん、あでもおへそ綺麗、立てるかな、この子すごく重たいです、そして線超えそうねえ、ピーピー、いやもうその足のくびれはもう人間の赤ちゃんみたいすごくこのもっちりしたさあ体重測定だよ、重そうよ、あ線は超えない、ない、958とかかな、ね、もっちりしてるね君ね、なんか83、お腹パンパン。何お腹パンパンと書く。あ、書きます。あ、そうそう、なんかあのコニタンが取り上げてくれたデベソちゃんもいたんだけど、それは私がスーパーデベソって後で書いといたから。なんか特徴を持って生まれた子は書いといてくれると後で参照しやすいんだ。お腹パンパン。お腹パンパンデベソ、スーパーデベソ。
べちょべちょとか書いたことあるかも。あれ、あの毛が濡れてるってこと？あ、そうそう、あ、毛が濡れてるっていうか、なんかベタベタしてる、ネバついちゃってる、へーっていうことがたまにあります。新しい輪ゴム出すか、まあ、とりあえずね、普通じゃない状態を描いておけばいいんでしょ。あ、そうそうそう、ノーマルちゃんは描かなくてもいい。爪曲がってるとか。あ、そう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 、爪曲がりも描いた方がいいかもね、気づけば。あ、足が太いんだったこの子。そう、普通のバンドで入るかな。あ、足が、足がもうすでになんか開きそう。横綱みたいだな、すごいね。なんか違くない？みんなと違う足してるよ、高校ってムチってしてる。あ、もうそう、でもムチムチしてるだけで向きはちゃんと向いてるよ。お腹さえしぼめばなんとかなりそう。なんかうまく座れなそうね、この人。そうだね、ちょっとバンドもみんなよりもちょっとデカめのやつするよ。うん、あとこのピッチが広いやつ、立つのも遅そうね。ずっとこのダボンダボン動いてそう、なんかコロコロ転がりそうね。見た目は可愛いんだけど、ちょっと本人にとってはなんか転がった方が早くねって出ちゃう。可愛い。いやー、でも可愛いね、お腹がポンポンなだけで。あ、なにこれ、なんだこれ、血か、大丈夫、なんでお尻から、なんか液体じゃないね。液体じゃない、血のゼリー。ゼリーかな、なんかゼリーっぽくない？なんかほら、あの血が固まった。そうだね、でも取れないや。あ、取れた、固まってたんじゃん。固まってたのか、下がってない。あー、いっぱい出てくる。オスっぽい、オスです。あ、今ね、今はっきりと突起が見えた、ね、初めて見えたよ、俺も。オスですね。いや、すごい今のは、うん、分かりやすかった。見分けがでしょ、つきやすい。そう、いつになく今初めてオスだと確信したもん。多分ね、お腹がパンパンすぎてちょっとの圧迫で出てくる子なんだと思う。頑張れよ。いや、オスだな、ザボワザキビ。頑張ってね、お腹パンパンくん。あ、ちょっと羽毛がすごいので掃除機を。それではまた明日。はい、はい、ということで、フカヒナの解除でした。はい。